ではメルマガの、アンケートでですね、多くいただいている質問の中で、初心者の方、どうやったらまず山を始めどうやって山を始めたらいいのかっていう、質問をいただいたので、それについて、回答していきたいなと思います。まずそうですね、初心者の方ってどうやってまず始めるといいでしょうか。初心者、本当に運動を今までしてこなかった人というふうな前提でお話すると、街中をまず歩いてみることで、ちょっとそのいつものゆっくり歩きよりかは少し早めに、少し早めに早足で30分ぐらいから歩いてみて、で慣れてきたら1時間で2時間、少し体が慣れてきたら山にっていうようなステップがまずはいいんじゃないかなと思います。山って言ってもいろいろ、北アルプスであったりとか富士山とか、高い山から低い山までいろいろあると思うんですけど、まず、初心者の方ってどこに行っていいかっていうのがなかなか想像できないと思うんですけど、長田さんだったらここがいいよっていうポイントとかありますか。そうですね、最初は人がいっぱいいるところがいいと思います。あと逃げ場がある状況、ロープウェイとかリフトとかがある、例えば、高尾山とか丹沢大山とか、御嶽山とか、筑波山、その辺の山だったら、登っていって帰りつらかったらリフトで、ロープウェイとかケーブルカーで降りれたりするので、そういうところを選ぶと、自分を追い込みすぎず楽しく登れるんじゃないかなと思います。じゃあ山に行ったから絶対山頂に行かなきゃいけないっていうわけではなくて、辛かったらロープウェイであったりとかケーブルで帰ってもいいって、そういうことですよね。はい、もう山頂に行ってケーブルカーで降りてこなくても、途中まで行って、もうここまでで今日はいいかなって思ったら、そこで引き返してくるのも全然 OK だと思います。そしたらまた街歩きとかでまた少しずつまた体力増やしていって、じゃあ今日はケーブルのとこだったけど、じゃあ次はもうちょっと先に行ってとか、そういう感じで大丈夫でしょうか。もう全然それで OK だと思います。はい、簡単ではありますが、今、始め方について話をさせてもらいました。街中から本当に少しずつ歩き始めて、ケーブルとか逃げ場のあるところでしっかり、体力をつけて自信をつけて、もらえれば今後の参考に役立つと思いますので、ぜひ皆さんトライをしてみてください。